なるほど。すごいね。ね、パラシュートなしでスカイダイビング飛んでみよう、VTR 見ていただきました。ありがとうございました、皆さん頑張りましたね。いや、体張ってましたね。張ったね。すごくね、張りました。だいぶ体力もね、気力も疲れました ね、 ね、 ねよっけがなかったね。私捻挫しちゃいましたね。捻挫で済まないからね、普通 ね、 ねやっぱね、節々 ね、 ね、ちょっと月指とかも強いよ、月指と月死ぬから普通は。うん、そうですか、ね、そうですかじゃないよ。まあそんなわけで、そろそろじゃあエンディングの方に、いきたいと思います。じゃあ、みさみさん、告知ありますか？はい、私はですね、月刊お墓参りという雑誌で、インタビューのお仕事をさせていただきました。これはありがたいですね。ありがたいです。だから結構今 の、うんうん、日本のお墓事情とかは聞かれたんですけど、全然答えられなかったです、ね。あ、その専門的なことを聞かれた。うん、結構根掘り葉掘り。以上ですか？はい、以上です。そうですか。はい、ああ、わかりました。じゃあ、ミキニャありますか？はい、私は来月の14、15、16とお墓参りに行ってきます。はい、わかりました。お墓参りに行かれるんですね。はい、わかりました。続いてじゃあ、ひなは。はい、私はこの夏、新曲を出すことが決定しました。おー、すごいすごいね。はい、なんか今回はちょっと夏っぽいっていうか、まあ、元気になれるんだけど、ちょっと淡い恋心も思い出せるような、そんなバリバリのパーティーチューンとなっておりますので、ぜひ皆さん買ってくださーい。はい、ぜひぜひ。ちなみに新曲の題名って何ですかね？はい、お墓参りです。はい、買ってください、皆さん買ってください。はい、さて、はい、じゃあ俺も告知いきます。はい、私も、お墓参り毎日行ってます、はい、そのお帰りにどこ行くでしょうか？はい、どうぞ。プール、違う、はい、はい、カジノ違う、はい、スーパー。じゃ、なんだよこれ、何しに行くんだよ。お腹空いてるかな。お腹空くね。お腹空かしそうだけど、俺は必ずイベントの後に行くところがあります。日焼けサロンでーす。というわけで、また来月皆さん元気にお会いしましょう。トライアドプリンスでした。ありがとう。バイバイ。ありがとうございました。